ははいいこんばんばランチでございますええー、だいぶストレスがたまっているので連日のくっちゃべでございますがストレス発散はいええー、もう一個のストレス発散で月たむの新曲がまたまた今回は短いなスパンが、えー、この間の骨からどんくらい1週間経ってないような気もするが できました。えー、いきなり水槽の中で花火。なんだそりゃ。えー、とんでもないタイトルの曲でございますけども。えー、と、昨日です。歌詞が送られてきたのは。うん。だな。えー、タイミングどうだったかなうんと、アリスのね、えー、3人だけのフルカバーを進めておりまして、 えーと昨日は矢沢金ちゃんの「えー、あなたがいるだけで」というとっても優しい曲を、えー、やったわけでございますけどもやってる途中や,やろうかなと思った辺だったかなえっ、ー、と歌詞が来ましてねおおと思ってでパ,パッと見でなんじゃこりゃ <laughs> いい意味でよなんじゃこりゃと思ってわあと思ったんですけど まあ、とりあえず、とりあえず、金ちゃんやろうと思ってね、えー、金ちゃんやったわけですよ。えー、で、まあ、昨日の、なんだ、説明欄とか、まあ、コメントももらったので、そのやりとりとかで、えー、めちゃくちゃ優しい曲で、とか、うんまあ、まあ、実際やってて、ちょっと感動しちゃったしね、やっぱいい曲で。ああ、いいなー、この曲、とか思いながらね。で、まあ、やって、撮、まあ、り終わったわけですよ。 えーまあ、今日もそうだったりもしますけど昨日の金ちゃんの曲もカバーしたのは初めてですけども本当に腐るほど聴いてるんでもうすぐできたんですはいえー、ほいであのー、昨日金ちゃんのその曲にえー、アコーこぎでね弾き語りで歌い歌ってやってうーんどうしようかなと思ってあのセミアコでねちょっとこうビブラとかけたポヨンヨヨン,ン,ンと音でこうあのセミアコもかぶせたんですけど それで終わったんですよ。録音がね。なもんで、セミアコがね、つながってるわけですよ。にゅって。で、わはぁ、どうしようかな。早く終わったしな、と思って、えー、ちょっとやってみようかな。みたいな感じで、えき、ー、ちゃんのこの歌詞を、改めて見ましてですね。もう何ですかね。まあ,あの、もう本当に言葉のリズムですよ。あの、イン踏んでる曲なんでね。えー、イン陰三三三。 えっ <laughs> とあとさんたっけ?「<laughs> 悲惨三三三三はいおおと思ってねであんまりねまあ一曲終わった後っちゅうこともあったんでなんかもう,もう思うがままにねうんどういう発想から来たんだっけな,なんかなんか飛んでるような感じな歌の曲の方がいいかなと思って、うん、でそういき着いたのが ダンツ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 ダンダンツタンツダ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 ンダン言ってみればあのスパイ大作戦のリズムですよ。デンツデンツデンデンデンツデンツデ,デ,デンデン。こ、ね、んなリズムが来たので、まあそれでやってみっかと、えー。ちょこちょこやったら、なんかいい感じになったんですよ。また早かったっすよ、今回も。なんだろうな、本当に毎回言うけど。うん、自分でもわかんないけど。えー。 でまあうん、ちょっとこうへ、うんうん、まさにその飛んでる感じのね結果的には結構落ち着いたのかな分かんないけど、えー、やってる感覚としてはちょっと飛び気味な、えー、メロディーラインで、えーまあ、ちょっとこうなん,すんですかねあのコード感のこう間の音入れたりとかしてね作ってもできたんですよ。でそこで終わりにしといたんですよ。 さすがにね、歌ちょっと借り入れして忘れないように。それで、えっと、今日もね、えー、そう、今週は大変なんです。一人ぼっちで。はい、なんやかんややりまして、帰ってきて、ああ、ぶたと思って。もう、発散、発散と思ってね、えー、早速、昨日の、えー、その、とっといたやつを、流しまして。えー、で、相変わらずなんで、1番ができてれば、2番もできてると。 いう状態なので、2、え、ン、ーまあ、も一応歌ね、歌ってみて、あえい、ー、うん、いけるいけると思って。えー、で、まあ、投資でギターもね、もう一回確認して、で、最後なんですよ。えー、その結構シュールな歌詞が、ーっと続いてきて、最後に笑えないで締めるんですよ、この曲がね。この笑えないの処理をどうしようかなと。 えー、これ悩むかなと思ったんですけどこれも早かったんですよねギターをじゃか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 弾いて一応2番まで終わった後とにじゃんじゃんってきたら笑えないって頭の中にもうすぐ来たんです笑えない笑えない笑えないあこれでいこう。でこれ2回繰り返してだんだん盛り上がっていくような感じでね。えー、1回目は ーと普通のメロディーラインにオクターブのだからなんちゅうのなんつうんだっけユニゾンって言えばいいのかいオクターブ下げの、えー、低い方の声を合わせてでもう一回繰り返しの笑えないところで真ん中の音を入れてやったという感じでございますで、まあ、セミアゴのね、えーまあ、ちょっとそのなんだリフを混ぜたやつだけでもいいかなと思ったんだけど うん、なんかこうジャンプジャンプジャンプジャってアコギのカッティングが気持ちいいだろうと思ってアコギを追加してこれでいいかなと思ったんだけどなんかそうするトトンツトンツトンツトンってなんか打楽器欲しいなと思ってテーラー君に登場してもらって「テーラーぶったたき」で「よーし」と思ったけど感想も短めだったけどうーんあーでもこれコード信号がめちゃくちゃブルースというかロックだなと思ったんで。 ハーモニカ吹いて前へということでハーモニカ吹きの。で完成と。そんな感じでございます。早かったですよ。はい。変わらず。あのね、決して無理やり作ってるわけではないんです。ペースも。え月、ー、タムはね、えー、ノークオータ、ノルマなしという、うコンセプトで、ね、<laughs> やっておりますので。 ノルマつわりにはねほんと月ちゃんがねあ,のありがたいことに本当にね結構いいペースで歌詞を送ってくれるんで本当に月の住人なんじゃないかしら月ちゃんはどっからどっ来たらあの発想が出てくるんだ本当に何度も言いますけど本当にねあのすっごい私ラッキーだと思いますあの歌詞をもらえるというのはあの歌詞がなかったらあの曲出ません 月玉の曲は本当にえなんだっけな,なんかだあフェイスブクかの弟もさんとのやり取りでも書いたんですけどえ昔なんかテレビでねなんとか校長さんだったかなあのしさんが一時すごいなんちゅうのこう慕ってたあの仏画とか書かれてるなんとか校長さん NHK の教育テレビでもなんか趣味の講座でなんかそういう。 の校長さんになったから多分そうだと思うんだけどあの木も彫られるんですよねあの木の仏像っての。でそれを彫るときにあのもともと木の中には仏様がいてそれを彫り出してるだけだみたいなだからこう作ってんじゃなくてみたいなそんな話したこともあってこれがね本当につきちゃんの歌詞にはまるなと思ってもうね歌詞の中にメロディーがいるんですよ。それを るみたいな感覚なのかなとふと思いましたけどもね明らかにねあの歌ってる歌詞なんですよそのどんな歌なのか来た時はわかんないですけどね、うん、それをこう引っ張り出してくるみたいなそんな作業な感覚でやってたりもしたりもしますけどもね。はい えーと、この曲はどうなんだまたリズムもんだからね、バンドとかにもいくらでもなりそうですけどもね、どうなんだろうなんかでも、なんやかんやいくつやるんでしょうけど、私のことなんで。うん、でもなんか今日のテイクはね、まあ、打楽器もついてるし、うん、ギターも重ねたしね、いいような気もする。この間の骨の方が、うん、なんかそのコーラスもちょっとね、 調整も一回かけたいし <laughs>、えー、えあの、ミドルテンポなんで、ベースとドラムが逆に合ういそうな気もするしね、どっち先やろうかしらみたいな感じですけど、うん。あと、あれも残ってるしね、アリスの本丸が残ってるんですよ。いやってない曲の中の一曲でね、いいのがあるんですよ。うん。どの辺に優先順位つけようかな。まあ、とにかく、ストレス溜まると私は音楽で発散するんで、えー 時間さえあれば、えー、もう、増すんです。その音楽にのめり込む度合いが、ストレス発散で。えー、今週はそんな感じですかね。はい。えー、そう。まあ、イリグラム起きなきゃね、そんなに仕事時間はある程度決まってるんで。はい。時間的にはね。はい、まあいいや。<laughs> ということで。 今日は月玉の新曲、えー、いきなり水槽の中で花火、なんじゃそりゃ、えー、という曲でございますが、はい、まあ、軽快なロックノールかな、なってるかと思いますんで、聴いてみてください。それでは、たまらでございました。今日はこの辺で、おやすみなさい。